ライアンツケボ。箱がすごい可愛かった。どのくらい入ってんのか。よし、テープ剥がしちゃったんですけど中身は見てなくて。ちょっと待って取れない。みたい。いい、かわいい。ちょっと、ま、じゃあ真ん中をね取らせていただこうかなと思います。真ん中を、うんうん、お取れた。じゃあ真ん中いただきますね。フォロワー数2000人達成おめでとう。あなた、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、つけよう。開放買った。あ、開けました。おお、いただきます。あ、その前にキャッチフレーズしたいと思います。2月9日に肉の日。ああひなが牛タン豚タンって言ったらひなタンってお願いします。いきます。2月9日に肉の日生まれ、牛タン豚タン、ありがとうございます。チャームポイントは明るい元気なところ。肉大好き、福岡県出身、中学1年生中2歳のひなタンこと安井ひなです。よろしくお願いします。お願いします。ではいただきたいと思います。チョコレートが硬い。全然チョコレートつかないんだけど、ちょっとつきました。いただきます。うん、めっちゃカリカリってる。したいことは全力でって書いてある。さよまるを語る主人になりたくてさん、バラありがとうございます。さよまるを語る主人になりたくてさん、ハートありがとうございます。めっちゃ美味しいんだけど。ひな祭りの日は何月何日でしょうかって書いてある。ひな祭りの日って何月何日だっけ。え、ん、わかんない。7月だっけ。違うの。3月6日なんだ。うん、ありがとうございます。でですね、今日は今日はですね5月13日の10時から始まる新サービスについて説明したいと思います。HKT48 新サービスっていうのは HKT48 チャットっていうので始まります。 HKT48 チャットっていうのが始まります。と月額がメンバー1人当たり5500円です。今はね、HKT48 メールをしてるんですけど、してるんですが、メールは文章、メール HKT48 メールは
文章と写真だけっていうのやつだったんですけど、メールは文章と写真だけだったんですけど、 HKT48 チャットはなんと動画も送れるということで送ることができます。しかもね、その HKT48 チャットはなんか LINE を送るみたいに気軽にひなたちが、私たちが送ることができます。しかもですね、しかもサイン入りグッズとか、あとサイン入りグッズとか直筆のお手紙がもらえることもあるみたいです。ぜひ登録してくれると嬉しいです。お願いします。やんやんつけ棒大好きだ。何秒くらい動画を載せれる、何秒だっけ、30秒以内って言われて感じがします。30秒以内だった感じがします。やったやっほー。カッカクインドネシアからこんにちは、参加編集しま、ありがとうございます。インドネシアからありがとうございます。ビジナーさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。登録するよ、日だったん13日にはチャット送れる。13日、そうですね、チャット送ろうかなって思ってます。日だったん、日だったん何食べてる、ヤンヤンつけ棒食べてますご飯食べる前にお菓子食べてもいいの、キラキラご飯食べる前でも食べれますよ、ご飯ちゃんと。カレーレンが自宅のこと赤ちゃんって言ってたけど、カレーレンもだぞ確かにね、カレーレンかわいい、ほんとに自宅もかわいい。こんばんは、こんばんは。14日ひなたんからレッスン来たらをですね、任せる。じゃあ13日から登録、ありがとうございます。クルタンが好きなお菓子だよそれ。そうなの、クルタンさん好きなのか。14日行くから1個あげようかな、クルタンさんに。初めて出るの嬉しいんだけど。そう、ほんそうなんです。初めてクルタンさんと公園に出演したことはなるかな、ない、多分ないですね。一緒に公園出演だし、それはどんな食べ物ですか。これはお菓子で、なんかこういう棒が入ってるんですね。それをチョコレートあるんですけど、そこにつけて、その後に飾りみたいなやつがあるので、それをやります。あ、やってみますね。今まずこれをチョコにつけます。で、今チョコにつけた状態、そのまま飾りの方をつけます。こんな感じ。うん、おいしい。
今日の夜ご飯は魚らしいです。かわいい、ありがとうございます。カム、イトム、イムとセカリス、すごい、なんかかっこいいな。赤ちゃんやべ。こんばんは、今日もかわいい、ありがとうございます。14日聞いてみてくれたん、聞いてみますね。愛知、昨日の公演でいくのちゃんにいじられるの巻いじってたの、りなち。ひなたん、14日で舞台とパジャドラかぶってるな、大ピンチ。はぁ、大ピンチじゃん。やんやん懐かしい、本当に。やんやんつけぼう、こんばんは、こんばんは。くるたん、ひなたん、牛タンタン塩くるね、牛タンタン塩。小田ちゃんがイラストしたひなたんのステッにわかせんべいステッカー見ました、ありがとうございます。小田さん、ありがとうございます。やんやんつけ、そう、やんやんつけ棒です。トッピング、そう、トッピングです。明日かな、ひなたんのアクスタが来るよ。またひなたんのアクスタ、ありがとうございます、嬉しい。ひなたん、やっほー、初見さん、ありがとうございます。ひなたん、やっほー。ひなたん、そう、魂を預かって、確かに、ありがとうございます。 YES1983 くも、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。おしめセット予約したよ、ありがとうございます。いぶきちゃんに指をもぐもぐされたのか、そのうち髪の毛を垂れたそう、びっくりした。なんか写真撮ったんですね。そしたらチェックピースして写真撮ってたんです。そしてありがとうございますした時にパクって食べられました嬉しかったよ。舞台、いぶきちゃんどうです？めっちゃ可愛いし、演技うまいし、かっこよかった。かわいい、かわいい、早く公演見に行きたいな。ぜひ見に来てください。見に来れなくても DMM でね見れるので、ぜひ見てくれる、ぜひ見てくれると嬉しいです。クルタンもらったら喜ぶから、ひなたん話しかけて。おぉ、本当に、じゃあ話しかけて。おぉ、あ、まあクルタンさんと会う機会なくてね。うん、今日は14日連続、18日連続配信で、結構すごい。昼も夜も、昼も夜もこの場所にはいないよ。
ダンスしたりとかするから。カボちゃんありがとうございます。100日目指しましょう。頑張ります。ひな頑張る。スケボーストロベリー味も食べたことえないかも。多分ないかも。チョコレートがなくなりそう。UMM だって見に見たいもん。あ、そういうこと？すごい。あ、コマドリうどんにひなたんずで、え、そうなの？ひなたんずでコマドリうどんに？嬉しいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。インドネシア語話します。話せないです。英語も喋れない。バリバリ音 ASMR ASMR になってる。このカリカリのやつがね ASMR になってるかも。おいしい。これみんな食べたらぜひ食べてください。めっちゃ美味しい。これ本当にしっかり美味しい。これチョコレートとかは飾りないと本当に残したくない。なのにめっちゃ残りそう。先に食べてしまう。もうチョコレートなくなる。ひなたには渡せるようになったから渡してってプレゼントを使って。ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。こんばんは。韓国の方ですよね。プレゼント落とせるようになったんですね。今日は1時間配信、30分くらいしようかなと思った。
対に残したくないタイプなんです。綺麗に食べれるようによいしょ。このキラキラがどこまで続いてるのかがわかんない。配信音は何するの？配信音はダンスします。 HKT48 でどれくらいですか？あ、1周年、この間5月7日に1周年迎えました。イエーイ。絶対残したくない。残っちゃって食べました。何もなかったようにする。何もなかったみたい。今私はマックが食べたい。あ、マック食べ、なんかマック食べたくなってきた。ひなたはマック、ひなたはマックでは何が、チーズ、ダブルチーズバーガーとシャカチキのチェダーチーズとポテトと、飲み物はコーラで、ナゲットも好きです。何世代も、世代？世代？ルーキー世代とか、そこらしかわかんない。ペロンペロン。美味しかったやんやんつけ棒。もう一本食べたくなってきた。でもご飯前だから我慢しなきゃ。お腹すいたな。お腹すいたな。この時間帯ってやっぱお腹空きますよね。あー、くしゃみが出そう。くしゃみが出そう。くしゃみが出そう。でもくしゃみ出すのはちょっと恥ずかしいんです今。はい、まる子と主人になりたくて、サンハタありがとうございます。ヤンクルさん、クマありがとうございます。デデちゃん、虹色の星ありがとうございます。やったー、やっほー。ハッピーセット食べないの？ハッピーセットは前まで食べてました。お腹すきますよね。あなたはとても可愛いです。ありがとうございます。くしゃみは豪快ひなね。くしゃみとてもね、ピカチュウなのでちょっと恥ずかしいんです。本当に配信終わるとお肉を食べる。いいなぁ、お肉いいなぁ。お肉まだ研究生なのにファンクラブ開設おめでとう。ありがとうございます。ひなたんビッグマック食べてビッグマックマジで嬉しいな。ビッグマック、今日はそうめん、そうめんも美味しいじゃん。今日の夜ご飯何か聞いてますか？今日お魚って聞きましたよ。可愛いひなたんフォローします。小フォローするね。ありがとうございます。
肉食べたい。お魚。ひなたもお魚食べるのね。ひなもお魚食べます。こんばんは、こんばんは。ハイちゃんティック、ハイちゃんティックってどういうこと？昔マックでカレー売って、昔マックにカレー売ってた。すごい。HKT 超絶おいしさ、ありがとう、ありがとうございます。ポケモンの3つの足も食べました。おお、いいね。こんばんは、こんばんは。そこで夜ご、そこじゃない。リビングに行きます。世間さんとありがとうございます。いや、美しい、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。イニャンつけ棒食べただけじゃお腹いっぱいならなかった。ひなたんのドライブみたいので頼む。ドライブね。邪魔せたらいい、月明かりも道はないに、こんな時間からどこへ行くの、秘密のデート、パジャマでドライブ、強引だわ、信じられない、こんな格好のまま連れ出されて、私はどうすればいいのよ。これね、めっちゃいい曲ですよね。お魚は骨を取るの大変だよ。大変ですね。焼き魚とかはね、骨があるから。かわいい、ありがとうございます。焼けさん、ありがとうございます。ひなた右利き左利き、ひなは右利きです。ひなたーい、やっほー、受験さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うおー、英語が来ちゃいました。ポールインド、あ、インドネシア行ったことあるって書いてあるのかな。インドネシア、ハテナついてるから、そうかな。インドネシアは行ったことないです。ドライブしたらクルタンと同じユニット、そうですね、ユニットクルタンさん一緒に乗ってね。こんばんは、こんばんは。12歳ひなたんです。インドネシアに行ったことがありますが、インドネシアに行ったことはありません。こんばんは、こんばんは。かわいいポーズを撮ってください。かわいいポーズ、ヤッホー、インドネシア出身です。お、インドネシア出身だ。こんばんは、違う、こんにちは。この間ね、スプラトゥーンのガチャガチャでタコのバルーン出て、おお、かわいい、ありがとうございます。いつか景色用に持っていくね。嬉しい、ありがとうございます。見たい、見たい。スタバのストロベリーフラペチーノ、フラペは美味しかったですか？めちゃくちゃ美味しかったよ。ケロックニさんはお友達だよ。お、ケロックニさん、ありがとう。ファンクラブって卒業生がするもんだと思ってたけど、研究生も現役からもやるようになったとですか？多分そうですね。なんか傾いてる。第5世代はまだ HKT48 にいるの。世代っていうものが分かんなくて、5期生とかってことかな、分かんない。ひなたんは海外の方、ひなたんは海外の方にいますか？ひな、ひな、日本です、日本です。ゆうちゃんとお友達です。ありがとうございます、ケロックニさん。やっほー。
ケロックニさんはカエルが好きなんだよ。ひなたはカエル好き？ひなカエルはあんまり苦手、好きじゃないけど、あのオタマジャクシは好きですよ。可愛い、ちょっと尻尾が。HKT48 の好きな曲はありますか？ HKT48 の好きな曲は、ヘオクリカレンダーとか12秒とか、ハチコイバタフライとか、最近では君はもっと生きるが大好きです。やったー、やっほー、わらわらわらって、めっちゃわら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 。やったー、やっほー、あ、海外、あ、海外の方のファンです。あ、あ、海外、マジ本当に申し訳ないです。いますよ。見に来てくれてます。ごめんなさい。ひなが海外に住んでるってことだった。こんばんは、こんばんは。間違えました。全然こっちの方が間違えました。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。初恋バタフライと聞こえ、初恋バタフライ。初恋バタフライ。ひなちゃん可愛い、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。先ほど好きな歌を少し歌ってください。え、少し、いいよ、いいですよ。え、何歌おう。初恋バタフライでいいかな。初恋はバタフライ捕まえないで、君は僕のフラワー、切ないねバタフライ、ここにいるのに愛は何も言えない。いいんじゃない。うー、ではここでキャリーパニパニを落とす。キャリーパニパニ、キャリーパニパニ、キャリーパニパニ、じゃあ、関東、なんて書いてあるんだこれ、香港、なんて書いてある。海外のファンは言いますよ。ありがとう、いえいえ。タクシーは日本で何と呼ばれている？タクシーは日本でタクシーと呼ばれてますよ。タクシーです。小さな歌でも上手。ありがとうございます。キャリーパニパニと聞け。キャリーパニパニ、キャリーパニパニ、キャリーパニパニ、うー、上手、ありがとうございます。いえば橘さんの何か憧れて聞いてみたんです。なんかとにかくキラキラしてて、 MC というかしゃべることが上手で、なんかオーラが出てて、とにかく可愛くて、ダンスも上手で、ウインクが上手で、もうなんか2時間ぐらいかかっちゃうそうなんですけど、とにかくもう大好きだし可愛いんです。ひなたの声可愛い、ありがとうございます。めりちゃんセンターで、そうセンターの曲です。とかいうバタフライ7月のオンラインでも、でもしてね、キャリーパリバ、あ、わかりました。練習しときます。劇場公演、ひなたは歌もダンスもハイポテンシャル。お、ありがとうございます。答えてくれた、いや、ありがとうございます。くるみは好きです。くるみってくるだんさん、それともあのナッツの方のくるみかな。ナッツの方のくるみは苦手です。でもくるたんさんは大好き。ひなたん、やっほー。ひなたんメルさんのポジションで、そう、メルさんのポジションです。メルさんのポジションっていうかユニットがね、わらわらわらって。こんばんは、こんばんは。それでは1233人の方、今日はお忙しい中配信を見てくれてありがとうございました。フォローもしていただけると嬉しいです。フォローもしていただけると嬉しいです。次の配信も見てくれて嬉しいです。それではゲストと男女読み、そしてスクショタイム、キャンキーボイして終わりたいと思います。ギフトミー、ソラトさん、紫の音符ありがとうございます。
サイマーの語る詩人になりたくて3ハートありがとうございます。それでは誕生を読みしたいと思います。あなたのお家は三丁目さん、ありがとうございます。13位、あなたのお家は三丁目さん、ありがとうございます。12位ゆまさん、ありがとうございます。11位しみしみさん、ありがとうございます。10位かんとさん、ありがとうございます。9位そらとさん、ありがとうございます。8位かくださん、ありがとうございます。7位にしさん、ありがとうございます。6位まなふぃさん、ありがとうございます。5位ちんやのごさん、ありがとうございます。4位ててちゃん、ありがとうございます。そして3位ドク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 じゃん、やす1983さん、ありがとうございます。そして第2位くる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 じゃん、さやまろかたる父になりたくてさん、ありがとうございます。そして第1位くる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 じゃん、ヤンクルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。それではスクショタイムしてじゃんけんして終わりたいと思います。あ、1284人になった、ありがとうございます。それではスクショタイムしたいと思います。あ、ご飯が炊けたご飯炊けた。ヤヤンとスクショしたい。それではじゃんけんしますよ。何出そうかな。オッケー、じゃあいきますよ。最初はグーじゃんけんポン。ひなはチョキを出しました。シャキパグチョ、パグチョキってひどくない？ダメだよ、ズレズレだよ。チョキでーす。じゃあ、それでは今日は本当にありがとうございました。ぜひフォローもしていただけると嬉しいです。5月13日から始まる HKT48 チャットもよろしくお願いします。それでは次の配信も見てくれると嬉しいです。バイバイ。5、4